ダーレン・ラブはアメリカ合衆国の歌手、女優。バックシンガーとしてエルビス・プレスリーやフランク・シナトラ、ビーチボーイズ等有名ミュージシャンのレコーディングに参加した。1961年にプロデューサーのフィル・スペクターと出会い歌唱力を認められる。ブロッサムズ時代にクリスタルズの影武者としてレコーディングしたヒーズ・ア・レベルは全米ナンバーワンヒットとなった。同じく全米。 ナンバーワンとなったシェリー・フェブレーのジョニー・エンジェルの録音にも参加した。1963年のアルバムクリスマス・ギフト・フォーユー・フロム・フィル・スペクターではクリスマスなど4曲のボーカルを担当。一度は音楽業界を離れたセフをしていた時期もあったが、復帰後再びバックシンガーとして活躍し、2008年のローリング・ストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて84位にランクイン。2011年にはロックの殿堂入りも果たしている。2013年バックシンガーにスポットライトを当てたドキュメンタリー映画バックコーラスの歌姫たちに出演。ありがとうございます。